すっとんきょは、小竹芸能に所属していたお笑いコンビ。マイナス対それぞれ、この直前まで、MP ガールズメンバーだった大野と、熊五郎をメンバーで、その後、R スクール、でも活動していた、上野の二人により2008年9月に結成。すっとんきょとしての初ライブは、同年10月1日の、小竹若手ライブ関東ゲラゲラジムだった。当初フリーで活動していたが、 2008年12月から小畜芸能に所属。スットン、巨として初の出場となった M-1 グランプリ2008では2回戦まで進出。2010年1月からメッチェン、パルフェとの3組でのトークライブを東京都中野区の YS パパで行っていた。2010年12月から大野の体調不良によりコンビでの活動を休止していたが、 2011年2月、メンバーそれぞれのブログで解散を発表した。解散後もそれぞれ個人で活動し、上野のみ引き続き小築芸能に所属、タレントとして活動。コンビ時代から半袖ライブの MC を務めていたが、解散後もしばらく上野が一人で半袖ライブの MC を務めていた。一方、大野は2014年6月頃に、純子 BAN、BAN と、 コンビ、チョチン、アンコウを結成し、お笑い活動を再開。チョチン、アンコウ結成後は、オスカープロモーションに、所属、2015年中期頃からはコンビでモノマネも、はじめ、ヒーハリリコ、大林元子などのモノマネを行っている。登場の仕方からテンションを高くして演じていた。かつては合間には二人一緒にお笑いした後に、一点落ち着いた態度をとって、 マジ受けると一言言う、といった流れが主ともなっていた。他に、上野が大野に尻を向け、大野が何かの儀式のような声を上げて、尻を太鼓に見立てた形で叩く、といったパフォーマンスがあった。今度のネタには、病院のお見舞い、ストラップがあった。大野のみ、MP ガールズ時代の出演、大野の超鎮暗行結成以後の出演については、超鎮暗行出演の節を参照。 すっとん巨海か後さんの活動上の歩みに関するカテゴリー。ありがとうございます。